こんにちは、フリーランス美容師のえりこです。本日は最近のスキンケアルーティンをご紹介していこうと思います。結構コメントとかでもスキンケア見たいですっていうお声がたくさんあったので、クレンジングから保湿までしっかりと紹介していこうかなと思います。今日お休みでさっきまでちょっと寝ちゃってなんかすごい寝起きの顔なのと、なんか照明がねなかなかこっち側に置けなくていい位置がなくて、顔がすごい影になっちゃって変な感じになってるんですけど、ちょっと今からまず、クレンジングからやっていきます。クレンジングやって、でそのままお風呂入って出てきて、でスキンケアやっていくっていう流れです。まずクレンジングなんですけど、仕事とか帰ってきて割と早くお風呂入る時はもうお風呂場でクレンジング一緒にするんですけど、お風呂入る時間帯が遅い時の場合は先にクレンジングだけやっちゃうことが結構多いです。で今日はこのお風呂の中で撮るのがちょっと難しいので、ここの場所で最初にクレンジングからちょっとやっていきます。トム・ジェリーおでこがすごいなんかニキビがここにできてるんですけど、はい、ではまず最近使っているクレンジング、こちらです。じゃじゃん、クレイジュのクレンジングオイルです。クレイジュって皆さん聞いたことありますか？最近ね SNS とかでもよく見かけるのですごい気になってたものなんですけど、クレイジュは他にバームのクレンジングもあって、バームの方はアットコスメのランキングで1位になったりとかしてるもので、バームもねすごく気になってたんですけど、今回はこっちのオイルです。なのでクレイジュのクレンジングオイルはレチノールとかシカとかの美容成分がたっぷり入ってます。最近ね特にすごく乾燥しやすいので、こうメイク落としの後の独特な突っ張り具合とかそういうのがすごく私結構気になるタイプなんですけど、これはね洗い終わった後とかも乾燥する感じとか突っ張る感じもなくて、しっとりというかもちっと仕上がってくれるのですごいお気に入りです。かといってすごくベタベタしたりとかも苦手なんですけど、こうベタベタすることとかもなく綺麗に落とせます。さらっとサラトロっていう感じですね。こういう感じで優しく、あんまりこう摩擦でね肌の負担にならないように優しく落としていきます。ちなみにこれねクレンジングをしながら一緒に毛穴ケアもできます。めっちゃお気に入りです。香りはね爽やかなシトラスっぽい香りです。全然ね突っ張る感じとかもなく綺麗にさらっと落としていってくれました。マスカラとかも結構綺麗に1回で落ちました。はい、まずクレンジング終わりです。でこの後お風呂入っていきます。ちなみにロフトとかプラザとかドラッグストアとかでね購入できます。たっぷり入ってるので持ちもいいしコスパもいいです。でちょっとお風呂入ってきます。よいしょよいしょよいしょ。ねお風呂上がりました。ちょっと最初に化粧水をちょっと後で紹介するのではぁ、着替えた。いつももうお風呂上がって本当に5秒以内ぐらいに服着ないまま化粧水塗るんですよ。なんですけどちょっと動画だから先に服着てたら顔が乾燥しました。まず今お風呂上がりに使ったスキンケア、こちらです。ガウディスキンのインナーモイスト TA ローション美白保湿化粧水です。ちょっといつも2回ぐらいたっぷり塗ってるんですけど、これはね以前私 YouTube でシミ取りをしたってお話ししたと思うんですけど、シミ取りした、クリニックで処方してもらった化粧水になります。このねガウディスキンは、医師の処方がないと多分購入できないので、でもネットでオンライン処方とかもあるのかな、ちょっとよくわからないんですけど、私はねクリニックで直接お医者さんに説明をしていただいて、処方していただいたもので首とかにも塗っていって、ちょっとねまだ髪ボサボサの状態なんですけど、化粧水をねやるのが一番最初なので、化粧水染み込ませてる間に髪の毛のオイルを塗って、溶かしていきます。で今使ってるのはルメントのリペアオイルヘアトリートメントです。これも以前動画で紹介したオイルになるんですけど、私溶かす前にこうやって塗っちゃいます。塗って髪の毛がちょっと潤った状態でブラッシングしていきます。でこのブラシはこの間ねインスタにも載せて紹介したんですけど、以前はずっとお家ではこのシルバーのものを使ってたんですけど、ちょっと新しく新調してもうね 5,6 年使ってて、新しくねピンクゴールド買いました。ちなみにこのねガウディスキンの化粧水はシミとかねくすみを予防してくれる化粧水ね、結構とろっとあんまりしてなくてさっぱりした質感なんですけど、さっぱりした感じがすごい好きです。で次に塗るのがこちら、クラランスのダブルセーラム EX 美容液です。1週間前ぐらいかな、最近買ったんですけど、結構口コミが良くて気になったので買ってみました。2プッシュぐらい出してます。いつもこれね塗るとお肌がね翌日結構もちっとしてくれるのが実感できるというか、朝起きてもあんまり乾燥してないんですよね。すごいいい香りもなんか結構ね自然なこう柔らかい感じで癒される香りです。はい、最後こちらです。さっきと同じガウディスキンの HQ クリア美容クリームです。これもね一緒にしみ取りしていただいたクリニックで処方してもらったものなんですけど、朝夜だいたい2プッシュずつぐらい使ってます。でこれクリームなんですけど、美容液クリームみたいな感じで美容液の成分とかもたっぷり入ってるので、本当は美容液とかもしなくていいよみたいな、もう化粧水とこれだけでいいぐらいですよって言われたんですけど、私はなんかいろいろちょっと塗りたいタイプなので、これの前にさっきのクラランスの美容液使ってさらにこのクリームで締めるっていう感じです。こんな感じで普通にクリームです。私今までこうクリーム迷子だったんですよこれにしてからね本当になんかもうずっとこれ使おうっていう感じです。首もしっかり塗って、はい、という感じですね。スキンケアで髪の毛ちょっと若干乾燥してきてしまったのですぐ乾かしていきたいと思います。ちなみにボディクリームはねいつもニベアのロイヤルブルーボディミルクボディ用乳液美容ケアっていうのを使っていて、これがねもうなくなるんですよね音がこれがねちょっとなくなりそうなので、次あれ気になってるんですよね。ローラメルシエのクリーム、こういうピンクの四角いクリームが気になってて、ちょっと明日の仕事終わりに買って帰ろうかなって思ってるんですけど、ちょっとそれも使ったらまたインスタとかでもよかったらのっけようかなと思ってます。私自身もねいろいろ試してみて何がいいかとかいろいろ自分に合ったものを模索中というか使っているんですけど、これおすすめですよとかこれ使ってみてくださいとかあったらぜひコメントお待ちしております。ぜひぜひたくさん教えてください。今日紹介したものたちは概要欄に詳しく書いておくので、ぜひそちらからもチェックをお願いします。はい、ということでスキンケア以上になります。いかがでしたでしょうか？最後までご視聴ありがとうございました。